ビアエルモサは、メキシコ合衆国タバスコ州の州都である。また、タバスコ州の基礎自治体のセントゥーロの中心都市である。面積は61.177平方キロメートルで、あり、人口は2005年の人口調査によると335,778人で、ある。ビアエルモサは、タバスコ州の中心都市であり、タバスコ州で、最も人口が集中している場所である。 また、メキシコの石油産業のビジネスの中心の一つである。南東のエメラルドとして知られるビアエルモサは、天然資源に恵まれており、農業に適した場所でもある。ラグーナデラス・イルシオーネス市役所ビアエルモサの中心部1596年6月24日、ビアエルモサは、スペイン人によって、グリーハルバ川沿岸の土地に設立された。1826年、 サンフアンバウティスタに解消され、村から市に格上げされた。米北戦争では、タバスコの戦いの後に、アメリカ軍によって占領された。また、フランスによるメキシコ干渉の間、フランス軍によって占領された。1916年、タバスコ州知事によって、都市の名前は、ビアエルモサに戻された。ビアエルモサは、熱帯雨林気候に属する。 年間を通して多湿であり、春や夏には最高気温が摂氏40度に達することがある。春には様々な熱帯植物の花によって市街地の大通りが彩られる。2007年10月にビアエルモサは記録的な洪水の被害を受け、数十万人もの住民が避難を余儀なくされた。基礎自治体全体では面積は1612平方キロメートル。 人口は558,524人である。アーカイブド2013年2月27日。アットウェブサイトハット。エンサクロペドジャ・デロース・ミューニゾ・ピオズ・デ・メキシコ。ありがとうございます。